はい、皆さん、こんにちは、ビジマイです。今回ですね、第255回目ということで、ちょっとね、懐かしのポーズなんですけれども、懐かしとか言っちゃダメか。ね、このカードでございます。はい、ああ、難しい。はい、な感じで、まあ、こっちから見るとね、P みたいに見えるんですけど、裏を見ると、ジャガージャガージャガージャジャンでございます。はい、まあ、あのね、超有名なマリックさんのデックでございます。まあ、先日ね、とあるマジシャンにいただいたので、せっかくなのでね、レビューしたいと思います。ということで、Here we go! ハンドパワーです。はい、それでは解説していきます。はい、ということでね、数名はこの時点で気づくかとは思うんですけれども、こちらのトランプはですね、ブリッジサイズになっております。はーい。まあ、ブリッジサイズってね、ここに書いてあるんですけど、まあ、世界共通なのがポーカーサイズって言って、まあ、皆さんが使っている、まあ、いつもトランプなんですけど、それのですね、一回りちっちゃいとイメージしていただければと思います。まあ、日本人のために作られたって言われているカードらしくて、まあ、日本人はね、すごい手がちっちゃい方が多いので、そのために、ちょっとブリッジサイズというものが存在しております。はい。で、こちらのデザインはマリックさん、ご本人がされたという感じでございます。はい。有名なポーズですね。こんな感じでございます。で、バイシクルでございます。はい。マリックブリッジサイズプレインコールズって書いてありますね。はい、こんな感じでございますと。はい。ちなみに地味にね、ここがね、あの手になってますね。はい、こちらもなってます。では、オープン。はい、ロングフリップです。で、ちなみにこちらね、オハイオ製でございます。ね、かなりね、質がいいですね、触った感じ。では、オープンと。まあ、触った感じって言っても2、3回しか触ってないんですけどね。はい、まず広告が1枚入っております。まあ、それ以外ね、普通なんですけれども、こんな感じで、まあなんかブリッジサイズ久しぶりすぎるな。かなり違和感があるけど、こんな感じでございますね。色とかはですね、まあ普通のバイシクとかと一緒で、まあブリッジサイズはね、まあどちらかというと縦長に見えるので、ちょっとマークも縦長に見えますが、多分一緒ですね。ただ絵札はちょっと違いますね、バイシクルとかとはね。うん。ちょっと違うデザインがね、こんな感じでございます。なんかあれじゃね、目がちょっと弱々しいんだけど大丈夫、キングなのに。はい、っていう感じでございます。なんかクイーンの方がね、すごい誇らしげな感じがするんだけど。はい、あ、ジョーカー出てきましたね。しかもマリックさん、はい、っていう感じで、スペードのエースはこんな感じで、はい、マリックさんがいらっしゃいますね。こんな感じでございますと。はい、はい、まあ絵札がね、若干違うね。よいしょよいしょよいしょ。はい。はい。なんかこれも弱々しいな。スペードが弱々しい目をしているのかな。うん、そんな感じがするんですけど。あ、でも、キングもちょっと弱々しくない目が。ね、気のせいですかね。うん、弱々しいよ。なんか。はい。まあ個人的感想でございます。はい。それでは、ジョーカー2枚ですね。こんな感じ。エキストラジョーカーって普通に書いてあるけど。はい。こんな感じでマリックさんがいらっしゃって、で、ここはですね、星のマークが書かれております。まあ、表側はこんな感じです。はい。で、裏でございます。まあ、裏箱と一緒で、まあ、パッと見デザイン的には B ですよね。B の縁ありバージョンみたいな感じで、ね、こんな感じ。特に目立ったデザインではない感じですかね。はい。こんな感じで広げてみると、うわ、なんか違和感あるな、ブリッジサイズ。はい、こんな感じ。スーベスーベルー。こんな感じで、硬さが古いな。さすがなんか、久々にオハイオ製を触った気がするが。こんな感じの裏でございます。なんか、あれだな、V字サイズは全て違和感があるな。うん。めっちゃやりづらい感じでござる。じわー、ぴょ。はい。普通なんですけれども、まあ、滑りもですね、硬さもすごくちょうどいいです。まずこんな感じでね、すごい綺麗に広がりますし、硬さはですね、まあ、オハイオのバイシクルぐらいで、ちょっと、硬め。てか、すごいちょうどいい硬さでございますね。で、まあ、やりやすさとかなんですけど、まあ、ブリッジサイズに慣れてる方はやりやすいと思うんですけど、まあ、大半の方はポーカーサイズなので、まあ、フライシもマジックも、すごく違和感があります。まあ、持った感じもね、すごい違和感があるんですけど、あとは、カット系もね、なんかすごい、変って感じでございますね。ポーカーサイズずっと触ってて、ブリッジサイズをね、たまに触ると分かると思うんですけど、あと、ワンハンドカットですね。ブリッジサイズだと届くみたいな
ね、ポーカーサイズは届かないんですけど、ブリッジサイズはとだったら届くっていうね、なんかすごい変な違和感がありますね。こんな感じ。まあただ質はすごくやっぱりいいですね。まあ、おはよう水ということもありますしね。うん。ただポーカーサイズがいいな。はい、ということで今回はマリックさんのデックのご紹介でございました。はい、まあ、僕もですねこういうトランプあるのは知らなかったんですけれども、まあ、試合の前者にいただいたのでね、はい、せっかくのいただきものなのでレビューさせていただきました。でね、売ってるかどうかわからないんですけど、もし売ってたらですね、まあ、質はものすごくいいので、まあ、大きさはブリッジサイズでもいいよっていう方は、まあ、コレクションだったりとか、まあ、マジックにもフライシーにも使いやすい感じはするので、まあ、ただ大きさは慣れないですけど、質とかすごいので使いやすいとは思うカードでございます。ということでバイバイ。いやー懐かしいなマリックさんね。うん、はい、おーや、はい、チュイン来てます。開いてません、ちゃんと。はい、ウェイトサイズの違和感ったら半端ないっすな。みんなも触ってみてね。バイビー、何回バイビーって言うんだ。